ちょっとお肉が食べづらいなっていう方でも気軽に楽しんでいただけるメニューかと思うので、こちらの方で今年はまあバジルの方を作っていまして、あとベビーリーフだとか、まあ、自然に育ててるのやっぱり難しさっていうのはあるかなと。こちらは大豆ミートという、まあ、大豆から作ったお肉に似た食感のボロネーゼの方を作ったものになります。特にスパイスですとかオリーブオイルですとかいろんなものをちょっと工夫しながらしっかり味がつくようには作らせていただきます。でも食べ応えのあるイタリア産の有機のパスタを使っています。ソイミートのボロネーゼになります。栄養価の高いものですとかバランスの取れたメニューにさせてもらっています。